皆さんこんにちは。今回はイースターエッグの番長モードで遊んでみようと思います。イースターエッグの解放方法は別動画をアップしてるので概要欄を見てね。この番長モードは北斗百裂拳のような凄まじい連打を放ち、最後に渾身の右パンチで相手を吹っ飛ばす、ある意味爽快感のあるキャラになってるよ。あと格好が何気にエロい。たまに右パンチが当たらないことがあって、そうなるとキャラが暗いモーションのままになるよ。このヘッドバンギングのような激しい動きが笑えるので、意図的に出せるようになりたい。まずデバッグコマンドの S ボタンで魅力を最大にしときます。これでタスクをこなさなくても生徒を連れ出すことができるようになります。右パンチを当てなければいいのだから、左手を近くにして T 字型になればいいんじゃね。いけそうな感じがする。あら、なんて壊れやすい生き物。パンチの判定が思ったよりでかいみたい。協力よろしく頼むよ。こういう感じで隣り合ってみたらどうだろうか。ダメだ。パンチのフォロースルーの最後までかっつり判定が残っているみたい。なかなかの難易度だね。右パンチはこういう軌道なので、この角度を取れば当たりにくいはず。おおお、うまくいった。もう一回試してみる。少し前に出すぎくらいがちょうどいいね。よし、連続成功。このやり方は安定するかもしれないね。おいお前ら、チャラチャラしやがって。どうせ男にモテるためにバンドやってるんだろ。私が真のロックを教えてやる。まずはボーカルのみゆじちゃんから。位置調整難しいな。まず一人目。ぐぬぬ。よし、やっと成功。予想以上に大変だなこれ。ギター担当のギタちゃんは確かこの位置だったな。いい位置だったのに時間切れ。なんか人がいっぱいで邪魔なんだけど。よし、二人目。こいつらなんとかしないとな。よし、こいつ部長だったか。どうしよう、連れ出せないぞ。控え室で待ち伏せして。ふう、危ねえ。一応これ足止めに使えるんだな。
ベースのベシちゃんはこっち。キーボードのキバちゃん。失敗すると結構なやり直しになるので、すごく慎重になってしまう。最後はドラムのドラちゃん。君たちのステージはここじゃないぜ。よし、なんとか達成できた。これだけで30分かかってしまった。彼女たちはついに、真のロックに目覚めることができた。見てくれ、この素晴らしいパフォーマンスを。演劇部の面々も感心してるようだな。ご覧の通り集会後の生徒たちは、一直線の列を作って出てくる。その軌道上に立ってパンチを連打すれば、全生徒を同時に殴れるのではないか。私は今伝説を作る。メンタル弱いやつかよ。It should be obvious why you're here. I'm told that you've been exhibiting some disturbing behavior. What's wrong? つーかまずこの格好に突っ込めよ。I understand what I've done wrong, and I sincerely regret my actions.I'll make sure to never act in such a manner ever again. It's refreshing to speak to a student with a respectful attitude for a change. I'm grateful for your cooperation. As long as you don't make a habit out of doing this, there won't be any problems. You're free to leave. 最後まで見てくれてありがとね。高評価チャンネル登録もよろしくです。